ヨイタのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし聞いていただきましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、今回ですね、これまでにもたびたび取り上げてきたのですが、鉄道に関する話題が結構ちょこちょこ出ていまして、合わせて3つですね、紹介していこうと思います。はい、まず最初はこちら、中日新聞からですね、黒部峡谷鉄道50年記念券、今日発売、日野木製の復刻の貢献とありますね、記事を読んでいきます。黒部峡谷鉄道黒部市は、今期の営業運転が始まる20日から、開業50周年記念乗車券を販売する。日野木製の、宇奈月欅平間往復乗車券と、2008年まで使われていた貢献乗車券、この辛いやつですね、の3枚セット、価格は税込みで、5000円で1000セットを用意したということです。単純にこう買わないんですが、500万円ということですかね。はい、ヒノキ製乗車券は縦14センチ、横5センチ、50周年マークなどが焼き付けられている。乗車時には押印を受け持ち帰ることができる。そうですね。貢献は厚みのある段ボール製で、実際に使われていた宇奈月から黒薙、金釣り、欅平間までの往復券を使った専用台紙もついている。これ県民限定で往復乗車券と宇奈月、金釣り、欅平間駅で使える2000円分の お土産券の割安セットも販売する。別売りの場合半額相当になる。5月4日から宇奈月、金釣り館、同11日から宇奈月欅平間館を販売する。いずれも5月末までお土産券が1000円の子供セットがあるということですね。こんな感じですね。だからこれなかなかこうシンプルかつこうなかなか重厚な感じがしていいんじゃないでしょうか。こちら貢献、おそらく普通の大きさですね。こちら の板製の切符もちょっと大きさ想像つくかと思いますが、こちらですね、縦14センチ、横5センチです。なかなかボリュームがあります。で、スタンプをされるということですので、そのスタンプに何かこう一工夫あるんでしょうか。ちょっとそのあたり知りたいところなんですが、それは使ってみてのお楽しみということなのかもしれません。5000円ちょっと高めですけど、1000セット限定ですね。気になる方はお早めにお買い求めください。続きまして鉄道チャンネルからですね、ディーゼルですか、山口号津和野駅到着後に電車台で回転電池、ゴールデンウィーク中に特別実施、 JR 西日本とありますね。はい、では記事を読みます。ゴールデンウィーク期間中の5月1日から5月5日、 JR 西日本は津和野駅の転車台を使用し、DL 山口湖のディーゼル機関車、回転電池を実施する。観光列車山口号は普段ディーゼル、機関車ではなく SL、蒸気機関車が牽引する SL 山口号として運行している。SL では津和野駅到着後に水と石炭の補給作業を行う必要があり、その際に転車台を使用する。今回は SL 山口号を牽引する蒸気機関車 C571号機並びに D51205機が検査修繕を行うため、ディーゼルを使用。ディーゼルでは SL の違い転車台を使う必要はないが、JR 西日本は今回は特別にディーゼル機関車の優勝を身近にご覧いただきたく、転車台での回転電池を期間限定で実施することといたしましたとし、転車台で優雅に向きを変えるディーゼルを360度さまざまな角度から撮影できるようにする。転車台使用時間は各日午後1時20分頃から、運行時刻に変動、津和野駅から転車台広場までは増田方向へ徒歩5分、鉄道団による編集部となってますね。ですね、そうですね、こんな感じで転車台がありますので、どうでしょう、無料なんでしょうね。ちょっとそのあたりはっきり分かって、こちらはイメージなんですが、普通はこういう形で蒸気機関車用に使っているものを今回はディーゼル機関車のを転車台に乗せて360度ぐるっと展示しますよという感じですね。ちょっと詳しい JR 西日本で詳しいことを探してみたんですが、見つからなかったら、ちょっと探し方が悪かったのかもしれませんが、こちらですね、ファンの方、鉄道ファン、写真ファンですが、撮り鉄という方ですから、行ってみてはいかがでしょうか。はい、では続きましてこちらですね、上毛新聞からです。上信電鉄の新駅、設置向け検証、これは上州一宮新能原間でしょうかね、富岡市でありますね。はい、で記事になります。公共交通を整え、地域住民や周辺工場の従業員らの利便性を向上させるため、群馬県富岡市は上州電鉄の、上州一宮、官能原間の新駅設置に向けた検証に乗り出す。民間事業者に測量などを委託し、駅舎やホームの建設に適した広報庁をリストアップする。調査結果を受け、新駅の必要性や設置の可否などを協議する。 2.3キロの道間には住宅やアパートが並び、地域住民の代表から新駅設置を望む声が上がっていた。車載機器を製造する旅行の富岡工場や加工商品を生産する東京カリントの群馬工場などが集積する、官能原工業団地も沿線にあり、従業員の利用を想定される。これですね、
観音原とこの、上州一宮ですか、ちょっとやっぱりあの他の駅舎に比べてちょっと長いなっていう感じがありますので、まあ、ここら辺にこうあの工場などもありますし、この辺りに作ってくださいよという、まあ、あの願いが出されていた、まあ、それを今回 の、 あの、まあ、富岡市が検討するということなのでしょう。あのそうですね、費用はどこがどれだけ持つのかということなどを含めて、まあ、とりあえずあの候補地などを探ってみようということなのかもしれません。はい、あの単純になかなか増やすといっても、あの運行計画などもありますし、なかなか難しいかもしれませんが、あのできたらできたで面白いことになるのかなというふうには思います。はい、でこちらですね、まあ、今回ともあのとりあえず富岡市が考えている、まあ、上信電鉄の都合もありまして、あのいつぐらいできるとしたらもう 2,3 年先になるかもしれませんけれども、まあなかなかこう、こちらの地域住民とかの会社なども審査を出して早めに、できてくれたらなというふうには思います。はい、では今回紹介したのはこちら3つの記事ですね、概要欄にリンク貼っておきますので、興味のある方クリックして読んでいただいて、こちらの、まあ、記念切符ですとか、こちらの天台車ですか、天車台ですかの時 のイベントなどで見に行っていただけたら、またこちらの新駅ですね、まあ、できたらそちらの方、まあ、それはそれであのイベントも何か開催されると思いますので、行ってみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で庁舎などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。